はい、こんにちは。よし、ウクレレヨシーです。毎日の左手のトレーニングで半音階クロマティックスケールを取り入れている方は非常に多いと思うんですけども、この半音階練習の時に大事なことがありますので、ちょっとそういうお話をしようかなと思ってます。まず基本的なところから、左手の練習なので右手は使いません。左手の練習ということで、まあ、右手を使えば左と右のシンクロという目的が加わってきますけども、左手の練習なので左手だけで行います。で、音を出していくという意味でですね、ハンマリングオン、こういったちっちゃな音が出てると思うんですけども、こういう風にしていきますね。その時に、人差し指から中指に行く時、そして次薬指に入る時、この時は開放弦から行ってもなら問題ないんですが、こういう感じじゃなくて、人差し指、中指、薬指、小指と順番に行きますけども、前に出てきた指はそのまま置いておくということが大事です。そして同弦で同一弦で移動するときは、次また2フレットに行くときに叩いて1の指です、開放弦から叩くという動作があります。この時にシンクロを兼ねた練習、右手も使いますと、その時は右手で音を出しますので、人差し指はスライドになります。いちいち人差し指はスライド、一回上げないでスライドさせていくと良いと思います。そして次に、1弦から2弦に行く、2弦ですね、まあ、3弦に行く時は演奏上は実際あると思いますけども、次1弦が終わったら2弦に行く時、この時は人差し指から小指まで行きます。全部離してまた同じ動作をするのではなくて、1弦が終わりました、そして2弦に行く時はまず人差し指だけ移動します。そして中指、薬指、小指、こういう風に1本ずつ移動して、どれか3本の指は指板上に残っているという状態、これがちょっとハードな感じがすると思います。そして戻る時も、今こう行きましたけども、次こうと 1、3、2、4、人、薬、中、小指とか、こういったのも応用としてできると思いますね。まあこれがいったと。で、一つずつ戻ってくる。一つずつ戻ってくる。こういった、雲のような動きというですかね。4弦までいくと。そして戻るときに1フレット、2フレット、3フレット。こうでもいいですし、こう4から戻るときはこうですね。小指から一つずつ戻していく。こうですね、はい、というのが非常に指の独立性を強化するのに有効かと思います。はい、今日はそういった話でございました。それではまた、バイバイ。